いいか、よく聞け。27だ。相手が27億以下の値をつけてきたらノーと答えるんだ。まあ向こうは腐るほど金持ってる香港一の成金マフィアだ。こっちが黙って圧かけりゃきっと爪は伸ばしてこないだろう。 OK、 27だな。いいか、マキオ、間違いだけは起こすなよ。今度こそ分かってるさ、バス、心配すんな。27以下ならの若、お時間です。取引を始めようと言ってます。望むところで。20ノー。咁啊，再加五，冇得再加噶啦。プラス五。プラス五。No。 再加五。さらにプラス五。さらにプラス五。No。 No。 原来你哋日本黑社会都咁大胃口嘅。好啦，再加五啊，你满足啦，系嘛 ？No。咩啊？No！ 咩啊？有冇搞错啊？俾你三十五秒啦喎！No だよな。20足す5足す5足す5。27より小さい。いや、大きい。何や？喂，你系白痴噶？前はバカかと聞いてます。だどから？待て！誰がバカだって。じゃあ今度は教えてバカ。ボス、俺は関東営業会若頭坂木真紀夫だ。27歳、サソリ座。好きなものは酒と金と女と喧嘩。人は俺をトルネードの真紀夫と呼ぶ。ん？トルネードって何だ。ハニャ。まあよく知らねえが、きっとすんげえ強くてかっこいいなんかだ。さすが兄貴。そう、俺は日本一強え、日本一のヤクザだ。バカ野郎、なんてことをしてくれたんだ貴様。今度こそ間違いは起こすなと言ったのに。今回の件で27億の取引がパーだ。申し訳ねえボス、本当に申し訳なかった。でももう一度だけ交渉させてくれ。そしたら必ず。黙れ！二度と喋るな。いいか、イエスかノーだけだ。それ以外は一切喋るな。わっつか。わかった。イエス。バ
バカ。本当にお前はバカ息子だよ。私はこの関東演劇界の三代目をお前に継がせようと思ってた。しかしこれではもう無理だな。なぜだかわかるか。それはな、お前がバカだからだ。これまでやらかした失敗のせいで内部ではお前を次の組長にするのに反対だという声も上がってるんだ。ちょっと待ってくれ親父。俺は喧嘩は誰にも負けたことがねえ。次のボスはこの組で一番強い俺だ。黙れ。いいか牧雄、今はな、力の時代じゃない、頭の時代だ。ヤクザだってバカの下じゃ働きたくない。ノー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 。どうしてもボスになりたい、そう言ってます。本気か。イエス。今度こそ本気なのか。イエス。本気でボスになりたいんだな。イエスイエス。わかった、なら最後のチャンスをやろう。マキオ、高校へ行け。は？高校へ行ってみっちり勉強してこい。私の昔の知り合いに高校の校長をやってる男がいてな、そいつに頼んでその高校の3年に裏口入学できるようにしておいた。ノーノーノーだ。っていうか高校って意味わかんねえ。そうだ、お前は何にも分かっちゃいない。何にもだ。鳥だって翼の使い方を知らなきゃ空を飛べない。いいか牧雄、来年の春までに卒業証書を持ってこい。それができないようなら三代目は弟の幹雄に継ぐぞ。貴様は破門だ。高校なんて冗談じゃねえぞ。おい、中学もろくに行ってねえのによ。俺は昔からな、勉強の代わりに喧嘩と活躍でやってきたんだよ。俺にどうしろって言うんだよ。泡が多いんだこの野郎。すいません、ぶっ殺す。すいません、あら、すいません。情けねえで、チキショウ。後目継ぐためだけに今までやってきたのによ。でしたら若、やるしかありません。は？いやでも高校に行けってのは。それしか手がねえなら仕方がねえ。たとえどんな手段だろうとも、俺は若に後目を継いでいただきたいんです。若に未来のボスになっていただきたいんです。自分もす。えい、お前らどうかここは一つ前向きにお考えください。俺は前向きに考えてみた。一年後に無事に高校を卒業する俺、そして組のみんなの祝福を受け堂々と組長を襲名する俺、
行ってみるか。高校。はや、いいんすかそんな早く決めちゃって。じゃあ、だから90秒以上物事を考えることができねえんだ。ははは。男榊マキオ、これも世の中の組のため。一丁高校生になってやろうじゃねえか。若は季節外れの転校生ということになっています。素性を知ってるのは校長だけ。周りに正体がバレれば即退学です。目立たぬよう学生に溶け込んだ生活態度を心がけてください。まずは学校のルールを守ることです。出血を取ります。榊真紀夫君。おう。返事ははいです。では元気にもう一度。榊真紀夫君。はい。兄貴、裏口入学おめでとうございます。裏口入学おめでとうございます。おう、行ってくる。そして俺はこの春高校生になった。見てろよ親父、高校ぐらい卒業してやるからよ。この番組はコカ・コーラ、明治製菓、キヤノン、日産自動車、ドコモグループの提供でお送りします。こう、あれが高校か。はい、ちょっと失礼。高校というのは通常ノースモーキングです。え、そうなのか。それからライターと組の名刺もお願いします。分かったよ。どうかくれぐれもヤクザもんだってことがバレねえように。分かってる。あ、気づきました。いや、実は昨日か、ちょっと夜鍋しちゃった。一発でバレんじゃねえかよ、これ。すいません。バカ、バカ。今日のところは一つこれで我慢を。ああ前を開けなければ分かりませんから。あ、そう。あ、大事。患者、えい。よー、いってらっしゃい。行ってくる。お前ここの生徒か。え、見ない顔だな。ていうかお前年いくつだ。いや、17っす。17。はい。うん、菊島先生。あ、おはようございます。おはようございます。朝早くからご苦労様です。あ、ちょうどよかった。坂君ね、いきなりなんだけど、これちょっと運んでくれるね。はい、じゃあこっちだから。はい、行きましょう。なんで俺の名前知ってんだ。さあ、こっちこっち、入って入って。まあ、なんですか校長先生、またそんな格好して。いや、ただですね、裏の鉢植えが弱っちゃって。ほら、校長先生。あ、どちら様ですか。このうちの学校の制服着たかった。いや、うちの制服着てんだから、うちの生徒ですよ。なかなかよく似合ってるよ。うん、校長、おはようございます。おはようございます、岡先生。あれ、南先生は。ちょっと聞いてないわよ、父さん。失礼、今日から急に転校生入るなんて。それでなくてもうちのクラスはまだ結束固まってないのよ。学校でお父さんはやめようよ。あのね、坂君。はい。君の担任の南先生だ。転校生の坂君。え、担任。あ、失礼。
担任の南です。あ、どうも。うん、じゃあそういうことでね。はい、こっち、こっち持ってきて。さあ、ここに、うん、置いてください。はい、はい、ありがとう。じゃあ、改めて初めまして、校長の南です。あ、初めまして。君の招待してるのはこの学園では私だけだ。君のお父さんとは旧知の仲でね。だからといって君を特別扱いはしないよ。他の生徒と同じようにちゃんと学校に来て勉強してもらう。でないと卒業はさせないよ。はい、よろしくお願いします。じゃあ良い学園生活をね。それじゃ。ことになりました。名前書いて自己紹介して。はい。木の字が思い出せねえ。榊真京です。よろしくお願いします。榊君はお家の都合によりこの学園に転入してくることになりました。みんな仲良くするように。榊君、榊君。はい。あの相手の席に座って。はい。それでは出席を取ります。あき君、はい、いぶき君、なんかちょっと老けてない。聞こえるよ。よろしく。うっす。あ、どうも。どうも。はい、では1時間目が数学なのでこのまま始めます。一家の野郎、俺の居場所に気づきやがったな。伏せろ。いいから伏せろ。ちょっと榊君。お前も伏せろ。位置について、よーい。あ、なんだ、空砲か。で、驚かせやがってやつ。きしゃ榊君。はい。あなた転校早々私の授業を邪魔する気？いえ、すいません、すいませんでした。ごめんなさいね。
微分法について勉強します。まず小の導管数の公式 GX 分の FX イコール何や GX 次乗分の FX なんじゃこりゃ FX G'X 全然わかんねえぞこりゃ。じゃあ早乙女さん、はい、ユークロマチンとヘテロクロマチンです。はい、正しいですね。ヘテロクロマチンはさらに2つに分類できますが、まったくわからねえ。呼ばれていますか。では最後に誰に答えてもらおうかな。頼む頼むからこのまま終わってくれ。じゃあ刺すな。俺を刺すなよ、とっちゃん坊や。刺したら殺す。お、では今日はここまで。いやー、ダーリー、まあなんとか授業はクリアだ。よし、ヤニか、ヤニ。お、ヤニがねえぞ。何が、なあ、5000円でいいからさ。でも、貸して返してくれることないだろ。お前、水臭いこと言うなよ。クラスメイトだろ。でも、ブツブツ言ってんじゃねえぞ。ほら、星野さん怒られちゃったよ。待て。おほう、不良高校生か。どこの世界にもいいんだな、ろくでもないやつは。火だよ、火。ああ、財布なんか。やっべえ、あれ俺の財布だ。待てい。なんだお前。いや、いや、あの、その…な、なに、なにしてんのお前。あ、そっか。もしかしてあいつの代わりに CD のお前が俺に金貸してくれんだ。は？なんだよ、俺に逆らう気か。は？俺、高校生にメンチ切られてんの。何笑ってんのお前、舐めてんのか。星野くんはな、この辺りで一番強いんだぜ。バカ、あえて言うのな、かっこ悪いだろ。あ、そういうこと言うとかっこ悪いんだよな。ほら、どっからでもかかってこい。なんとか言えんか。あ、痛い痛い。どうだ、星野様の力を思い知ったか。あの、大丈夫、うん、大丈夫。早くどうか行ってくんないかな。いや、だ、大丈夫だから早く行けよ。星野さん、これすごい金持ってるんですよ。うわ、すげえ。何、いや、いい友達ができて嬉しいよ。いありがとう、ありがとうな。あ、ありがとう、行こうぜ。サンキューな。うわ、よかった。使えます、兄貴。バカ、よくぞ耐えられましたね。お前らいつからいたんだよ。初日が心配で失礼ながら見守っておりました。ボタンつけるっす。頼む。クソガキ、絶対殺してやる。まあいい、
卒業したら表一歩も歩けねえようにしてやるから。すいません。プリン、すいません、プリン一丁。はあ、もうとっくに売り切れだよ。え、そんなにうま、美味しいんですか。パリッとしてムチッと美味しいよ。手作りで数少ないからさ、時間になるといつもとりあえず明日の分の予約とかしていいですかね。予約なんかないよ。欲しければちゃんと走りなさい。そしてそうこうして俺の高校生1日目はどうにか終わった。兄貴、やり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 、はい、やりやりやり、はい、やりです。ひひ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 。お勤めご苦労様でした。授業の方はいかがでしたか。バッチリだ。一回授業中にさ、刺されそうになったんだけど、しょうがねえからメンチ切って二度と口切れねえようにしちゃった。さすが兄貴。まあ俺がちょっと踏み出したらこんな思いよ。バッチリよ。でもあのプリッとムチッとのプリンうまそうだったな。想像以上の成績だ。は今日から早速このドリルを始めましょう。え、家でも勉強するのかい。当然です。聞いてねえ。バカ、三木夫様からお電話です。三木夫。弟の三木夫は子供の頃から病弱なもやしっこで、今はフロリダでのんびり過ごしている。兄さん久しぶり、元気。ああ、お前も元気そうだな。うん、すっかりね。来週退院してそっちの大学院に編入できることになったんだ。あ、そう。そっか。ああ、じゃあこっちに帰ってくるのか。うん、帰国する。今から楽しみだよ。じゃあ気をつけて帰ってこい。じゃあな。これなんだ。これタヌキ。遊んでる場合じゃねえぞ俺。意地でも勉強してここを卒業しねえと。マジでボスの座が危ねえ。では次の問題はこの前使った合成関数の微分法を使って解いてください。じゃあ誰にしようかな。刺すな、俺を刺すなよ女鉄仮面。刺したら殺す。じゃあ榊くん。驚いたわ。榊くん数学好きなの。いやいや、あの、では答えて。みんなも榊くんを見習うように。わかりません。はい、わかりません。すいません。どういうこと。なんだよ、それじゃ僕たち見習えないじゃんな。もういいわ。梅村さん、はい、答えて。はい、マイナス2サイン X コサイン X で。あいつってさ、はい、もしかしてバカなんじゃ。あの問題わかんないとか言ってありえねえだろ。マジ頭ゆるいっすよ。調子悪いのかな。目が悪いんだよ。これから先ついていけないんじゃない。ほんとだよね。転校生来てるね。相当ね。バカの殿堂入り確定だ。間違いない。やっぱり学校ってのは
くだらねえとこだよな。5度の角度に飛び出した物体が最も美しい放物線を描きながら一番遠い距離を。くだらねえやつら、この場合の初速度何の役に立つんだかわかんねえつまんねえ授業。45度を代入すると X イコール、ここで魅力あんのはプリンだけだ。45度、プリン。はい、今日は悪い。くだらねえことばっかだよ、チキショー。あ、ごめん。うちのクラス不利なんだよ。学食から遠いし、校舎も違うし。だからみんな諦めてるんだ。プリン買うの無理なんだよ。あら、こんにちは、桜小路くん。こんにちは。あなた誰？しばらく冷やしといた方がいいわね。うん、ねえ、マキオくん？マキオの木と尾ってどういう字書くの？喜ぶに男。あ、うん、そう、あなたが転校生の坂君。学校なんてクソだって。クソ？
へえ、そうなの？あ、水島先生、いつもお世話になってんだ。よろしくね。よかったじゃない、お友達ができて。え、いやいや、別にそうんじゃないよ。なんだそれ。ありがとうございました。あなたは青春の喜びを知らないの？は？喜びよ、喜び。喜怒哀楽の喜。学校にはたくさんの喜びがあるのです。例えば知る喜びね。ヘレン・ケラーの話は知っている？ヘレン・ケラー。目も見えず耳も聞こえず口も聞けなかったヘレン・ケラーは教師の教えが理解できなかった。彼女は悲しみと苦しみで自暴自棄になったわ。でもある時とうとう知ることができたの。物にはすべて名前があるのだということ。ウォーター。お、ウォーター。そう、あなた、ウォーター。彼女は知る喜び、学ぶ喜びを知ったの。 あなたもね、学校だって勉強だってそりゃちょっとは楽しいなと思ってやらないとね。真に喜ぶ男と書いて牧雄君。せっかくいい名前なんだから頑張りなさい。学校はね、何でも学べるのよ。国語でも数学でも愛でも友情でも。またいつでもいらっしゃいな。喜びなんか知るか、畜生。ねえねえってば。あんまり喋りかけないでくんないかな。喋るとボロが出る。マキオ君かっこいいよ。僕も学校嫌いだよ。学校の奴らもみんないい加減なんだ。とりあえず大学行きたいからって勉強して、一人でいられないからって友情ぶってつるんで。まあ僕もだけど。でも牧尾君は違うよね。一生懸命じゃん。プリンとか喧嘩弱いのに守ってくれたりとか。なんかさ、格好悪いのにかっこいいなって思った。ヒーローみたいだったよ。だから僕初めて本気で友達欲しいな。俺は前が思うような人間じゃねえ。いや、違うんだ。だからもう近づかないでくれ。そうかな。僕こう見えても頭いいんだ。だからいいやつか悪いやつかの区別ぐらいつくよ。いや、全然分かってねえよ。おい、エーゲ海の榊じゃねえか。熊田一家、久しぶりだな榊。ああ、久しぶりだな熊田。人の島ではしゃいでんじゃねえぞこの野郎。とっとと帰る。今日の俺は虫の居所が悪いんだよ。ああ、そうみてだな。聞いたよ、お前エーゲ海の跡目から外されたんだってな。もう噂になってるよ。バカのお前の代わりに
大学での弟が三代目になるってな。ふざけんな。三代目はこの俺だ。強がんなって。バカはバカらしくその辺でチンピラでもやってりゃいいんだよ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。おい、バカ。バカ。なあ、帰ろ、帰ろ。なんだやんねえのか榊。喧嘩だけが取り柄だってのに随分つまんねえ男になったもんだな。どこの野郎。出よ。まあ今夜は許してやるよ。さっさと帰って弟に負けねえようにお勉強でもするんだな。なんで何も言わないんすか。そんなの兄貴らしくないっすよ。やめろカズヤ。俺はいくら頭が悪くても兄貴に惚れてるんすよ。兄貴は強くて男らしくて、兄貴が兄貴でいられねえなら高校なんてやめちまえばいいんすよ。バカ野郎。バカ野郎。お前は行くぞ。わからないんだ。なんであいつを高校へやろうと思ったのか。ワイフが死んでから俺はずっとあいつに強くなれ強くなれと言って育ててきた。でもそれは間違っていたのかもしれない。最近ワイフが夢に出てきてこう言うんだよ。あなた息子たちは大丈夫ですかって。俺はこいつに何かしてやりたかったんだ。ボスとしてではなく。ここまではコカ・コーラ、明治製菓、キヤノン、日産自動車、ドコモグループの提供でお送りしました。草の友、住み変わる夜ぞ、ひなの家。よし、次イクハリア、鳥なき魚の目は涙。はい、次アラトウト、青葉若葉の日の光。よし、次次どうした。次読んで。読めません。しばらくは。しばらくは。しばらくは。滝。滝。滝。しばらくは滝に。あの先生、授業が進まないので僕が答えていいですか。はい。しばらくは滝にこもるや下の始め。はい、よろしい。それでは今読んでもらった句の解釈について説明していきます。ねえ榊君、榊君、今のね気にすることないって。あの字結構難しいしね。どうも。
全然気にしてないから。そう、行かなきゃよかった。やべえわ、ね。なんで？気にしてないって。気にしてないから。ドン引きだわ。怖っ。というかさ、結構やばいぐらい頭悪くない？超似てる。やばそうでしょ。草吹きの屋根の家という意味ですね。これは松尾芭蕉の家のことです。京くんって不良だった？もしかして落ち込んでる？多分な。今すぐそこから飛び降りたい気分で。だったらプリン食べる？は？考えたんだけどね、あの限定プリンを手に入れる確実な方法が一つだけあるんだ。これ見て。何それ？僕らの教室はここ、学食から一番遠くて、こうやってぐるって回らないといけないから、まともに競争しても絶対に勝ち目はないんだ。でも最短距離で行けば。最短距離、つまりここから向こうまで飛ぶってこと。は？飛ぶ？うん。北校舎から南校舎までの距離は約15メートル。ああ、聞いてる、うん、物理的に考えると角度45度、秒速 12.1m の速さで飛び出せば、綺麗な放物線を描いてちょうど 15m ジャンプできるんだ。放物線？うん。そんで着地して学食まで脱出すればプリンは楽々ゲットできる。そういうこと。すげえなそれ。だから言ったでしょ、頭はいいって。まあそんなのありえないけどね。秒速 12m って人間技じゃないし、だって時速43キロだもん。じゃあ俺がやってやる。うん。え？いやちょっと待ってよ、そんなの。これ冗談だから。っていうか考え方の問題だし、っていうかこれやったらただのバカだよ。バカって言うなよ。あ、ごめん。だよな、分かってる。俺が飛べるわけねえんだよ。現実にはどんなヒーローでも物理の法則なしでは絶対に飛べないからね。ああ、俺にはヒーローもボスも所詮無理ってこった。ボス？
ト兄ライト兄弟あ、ライト兄弟、うん、これはイカロスとモンゴルフェ、うん、ねえ、見て、マキオくん。ああ、すごいいいね。見てないじゃん。45マキオくん、うん、もうダメ。ガーン、関数の微分をします。となると y イコールカッコログ x の4乗は y ダッシュイコール4カッコログ x の3乗かけるカッコログ x。 中央アジアに起こったトルコ人スクリプトは1055年にフライフ朝を倒しバクダートに入城し、アッパー A さんが沖に停泊している船の位置を他の人に伝えようとしている時、その時まず A さんは自分の先ほど説明した極限値の4速の4番目を利用して考えてみてください。生命の誕生、化学進化によって生じた有機物の集合体が原始生命体になるには、外界と区切る膜の形成のほか、代謝と自己増殖の機能の獲得が重要であったと考えられています。3乗かけるカッコログ x のダッシュ、ログの微分をすると y ダッシュイコール x 分の4カッコログ x の3乗となります。ここのところテストに出るんでちゃんとメモっといてください。ここまでです。時間がね、角度45度、秒速 12.1m だな。うん、まあ秒速 12m はありえないけどね。ありえない分はこの腹でカバーだ。届かなかったらちゃんと迂回して校庭に降りてよ。てかさ、ねえやめない、死んじゃったらどうしよう。いいかちびっこ、桜小路だよ。いいか桜なんとか、俺は死なねえ。この学校で死んでるみたいに生きるつもりはね。まあお前に会えてよかったよ。秒速 12.1m、 角度45度、
アグネスプリン一つ110円です。釣りはいらねえ。すごいよ牧雄くん。うん、あげる。僕本当は甘いの苦手なんだ。すごかった。すっごい飛んでたよ。すっごい綺麗な放物線だった。そうか。うん、あれが放物線か。かっこよかったよ。僕こんなに興奮したの生まれて初めてだよ。俺もだ。なんだこの気持ち。え、なんだこれ。嬉しいぞ。俺今すげえ嬉しいぞ。やったー、やったぞ桜なんとか。やったやったぞ。お、涙が出てくるんですけど。こういう時なんて言うんだっけ。あれだよ、あそうだ、ウォーターだ、ウォーター。ウォーター、ウォーター、ウォーター。お前も知らないよ。ウォーター、ウォーター、ウォーター。何やってんのよあなたたち。嘘、まさかそれペリン買うために。そうだよ。悪い。悪いも何もこんな危険なことするの前代未聞よ。後期までこんなにズタズタにしちゃって。うまい。食べてる場合じゃないでしょ。でもうまいっす。すげえうまいっす。放物線最高。あ、そう。バカらしい。うまい。出てきた。ねえ、行こう。ね、うん、でもちょっとかっこよかったかも今の。え？え？ん？あ、うん、なんでもない。行こう。ねえ、牧雄くん。もう僕たち友達だよね。友達？するかそんなもん。学校なんてクソだ。フラフラと浮かんでいるのか、その船は今どこで。兄貴が笑ってる。普通に笑ってる。はい、名前書いて。え、何ですかこれ。うちの校則知ってる。禁止事項を破った者は特別指導として校庭を20周、そして3ヶ月間担任教師と交換日記をすること。交換日記。そういうこと。つまり私と。
何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。その船は漕いだ行け。ということで俺はとりあえずこの学校で走り始めることにした。学校なんてクソだ。でも今日俺はちょこっとだけ知ったのかもしれない。学ぶ喜び、青春の喜びってやつを。明日は筋肉痛だ、チキショウ。僕が A 組で抑えになります。マッキーとね。マッキー、すいません、すいません。すっげーいいじゃん。さあ、ピストンして合わせて。